イレンテリアバインのチリコチリアンダテビタンケルタノスカーエンテンスツワエンテンスショスヤクラーシャベンダーホルモスティゴベンツツワエリマイリバディスベレンツフルスベンツツワソサタマリアユリコバインテンテウラガロデスオンチキノーレホスツシコスツシャーメンツオスマリアキュリアレンツキシタエンテンそれは三月にもわたる無残な戦いだった。続く飢饉の中、容赦ない銃声、そしてキリシタン弾圧、耐えに耐えた者たちが反旗を翻した。武器を手に古城に立てこもること100日。徳川幕府は12万もの兵を送り、これを圧したのである。それらしは細川一中の神が貸し陣の助座やそこなのに総大将は天草四郎と浮佐だと見た。ようやくこの世を後にする時が来た。綺麗その前に神の技を見せてみろ。海を歩いて渡るそうだな。雲を呼び天がけるのであろう。その神の技今我らが前で行ってみるのに。どうしたの？あれはみんな作り事か。もう神など求めぬ。
城は落ちた。キリシタン・バテレンの妖術を恐れた徳川幕府は、女子供に至るまで3万7千の一騎勢を皆殺しにしたのである。こたびの戦、難儀な戦いであった。だが徳川に歯向かう不定の者どもひとまずは一掃したと心得る。ようやく太平の世となりましょうな。もはや乱世ではない。なお一掃の意向で諸国を照らし隅々まで支配することこそ徳川安泰の礎。田島、大目付たる措置の任は重いぞ。はっ。ああ、そう申せば島原で武蔵の噂を耳にした。武蔵、宮本武蔵でございますか。うん。音に聞こえたあの二刀流、さぞ働いたでございましょう。天下無双は武蔵か田島かと噂された日も今や昔、片や空役はずの浪人、片や将軍家指南役、差がついたものじゃ。もはや武道は飾りに過ぎず、今後は知略が人を動かすとわしは見る。剣の道に生きてきたそちにはちと耳ぞらいなことを申すようだが。いや、仰せのごとく剣を極める時代ではございますまい。紀州大納言徳川頼信、人呼んで南海の龍。今は亡き徳川家康の子息、そして現三大将軍徳川家光の叔父として一目も二目も置かれる存在であった。詐欺か。いえ、キジでございます。真っ白なキジとは珍しい。吉兆でござりまするととも。はございます。はっ。
捕らえねば、いずれ何者かが捕らえましょう。他の者のもとに落ちればもう触れることかないませぬ。大納言様ご自身のお望みと同じこと。望み？わしが何を望むという？天下をおとりになるというお望み。その方何者か。天草四郎時貞と申す者。島原一揆の総大将としてご公儀に敵対つかまつった者でございます。ざれ言を。その者島原で撃たれたと聞いた。それがかようにここに。ここからは大納言様お一人で。闇の獅子島に住む者よ、灰の中より立ち入れよ。汝の住みかを捨て、新たな肉体をもって姿を現せ。ここへと来たりて、我が望みの器を満たしたまえ。闇の獅子島に住む者よ、灰の中より立ち入れよ。汝の住みかを捨て、新たな肉体をもって姿を現せ。ここへと来たりて、我が望みの器を満たしたまえ。何も見えぬ、動けぬ。俺がお前に命を売ったのは、このような仕打ちを受けるためか。目を凝らせ。この世によみがえらんとするその心、忘れたわけではあるまい。不滅の命はすでにお前の身の内にある。再び刀を手に取るか否かはお前次第。刀？刀をよこせ。奴を叩き切る。
鍵屋の辻の仇討ちで36人を切り捨てた荒木又右衛門でございます。何たる妖術。魔界転生、この天草四郎のみが操る秘術でございます。柳生流の使い手としてこれからという時に命尽きたこの男、無念、ただ無念の思いがこの世に転生するよすがなのです。姿は生前と同じながら魂は魔物。大納言様に歯向かう者百人なりと千人なりと仰せのままに殺しまする。うぬら、キリシタンの世を打ち立てんと蘇ったのではないのか。その思いとうに捨てておりまする。神の慈悲などもう決して求めませぬ。この世は神のものでも将軍家のものでもない。世はまこと強い者が治めるが道理。戦乱の世なれば。だがそんな世はとうに終わった。まだ終わってはおりませぬぞ。天下を取るには万人の認める器量が必要。大納言様にはそれがございます。当将軍家よりもはるかに備えていらっしゃる。もとより大納言様、お父上家康様のご遺言により駿河百万石を受けるはずでございました。それがここ紀州55万石に封じられたわけ、お分かりでございましょう。将軍家は大納言様のお力を恐れているのでございます。わしに天下が取り得るか。いかにして。カッターが来る。寝すぎでございましょう。おじい様、これでどうだ。そう野良倉と寝てばかりいては音に聞こえた剣の腕が鈍りますぞ。久しぶりだな、じい。道場にも出ず何をしておられるんです。柳生田島の神様のご長男ともあろうお方がこんなことだから江戸のご本家を追い出されるんですぞ。もっともだ。心にもないことをおっしゃいますな。じい、それはともかく何しに参った。まあ、お昼とお雛を引き取らせていただきとう存じます。藩のご重役牧野兵庫殿よりお触れがございまして、紀州大納言与理論様にお目見えいたすようにとのことでございます。大納言様に。何故お広殿とお雛殿が。目掛けにでもするつもりではないのか。この儀道も合点がいかんのです。
木村殿。ああ。その両名、しかとお預かり申す。はっ。木村助九郎が相手、霊として名を名乗れ。わがし柳生石州祭の名にかけて、これより先は一歩たりとも通さん。迎えに生きておる。どう思う敵いますか。同じ野球門か。恩はあっても恨みはないはず。恩も恨みも知ったことではない。忠兵衛、俺はただお前を斬るためによみがえったのだ。天下の柳生の名にかくれ、のうのうとその日を暮らす三代目。真剣を持って果たし合えばどれほどのものか。
ほどとは思わなかった。思ったところにこの身が動く。今度は邪魔者抜きで合間見えようぞ。和歌山で何が起こってる？私と姉上のみならず、家中の娘が幾人か牧野様のもとに集められておりました。その件、決して外には漏らさぬようにとの警戒ぶり。おじい様はそれを不審に思って。よもやとは思うが、容易ならぬ陰謀あるようだろう。魔界の者が死人をよみがえらせているのです。娘たちは早晩儀式の生贄にされ、二度と生きては戻れません。魔界の者とは何だ？私にはその司祭は。おじい様はあの世から転生した者は一人ならず、そう申しておりました。おひろ殿はどうした？他の娘の安否は？姉上とは道中はぐれてそれきりです。行ってくるか。は？どちらへ？和歌山だ。こたびのことを直に大納言様にお尋ね申し上げる。その姿でよくも戻ってこられたもの。恥とは思わぬ。不滅の命をくれると言うたな。ならば今一度腕をくれ。ざれ言など聞く耳持たぬ。我が意に沿うか、自害して冥府に戻るか。お前のためには死ぬ。Thank you.
牛十兵それほどに強いか。恐れるを知らぬそのつらつき、忍耐にあつらい向き、私をどうする。お前の体には死人の骨が埋められる。骨は腹綿を食らいながらお前の中で次第に育つ。やがては全てを食い尽くし腹を裂いてこの世に生まれ出る。例えようもない放越の淵で お前の命の火は消える。今ここで死ぬか、おとなしく忍耐となってその体我らに捧げるか。生きて野牛に帰ってみせる。その性根は買ってやろう。重兵衛はここにはおらん。この宝蔵院院主、重兵衛殿にお会いできるまでここをどきません。いや無駄じゃ、重兵衛は柳生へと返した。何故？馬鹿げた所業をいたしての、家光様にご指南申し上げて気絶なさるほど落ち着えと。将軍様憲法修行とはさもあるべき。柳生十兵衛相手にとって不足なし。なおのこと立ち合いとなりました。せがれに代わってこの田島がお相手いたそう。他流試合をいさめる立場の田島殿が。病んでおられますな。仏心は無用。
剣すなわち修羅の極み。何故敵に情けをかける。情けなど我の剣は殺人剣、負けすなわち死とよう知っておる。陰衆、仏の教えを破れば槍の奥義に達するとしたら、思いのままに殺すほどお前の槍が冴えるとしたら、もののけがわしを惑わすか。槍のためならば何でもしよう。地獄に落ちるを恐れもせん。だがお主の話到底まこととは思えぬな。槍と戒律どちらを選ぶ。槍か戒律か試してみよ。戒律を破ってこの胸をつけ。では人の命は奪えぬぞ。心に仏あるうちは誰を打ち負かすこともできぬ。殺せ。そうだ、殺せ殺せ。仏に仕えること、槍を血で濡らすこと、そのどちらがまことの陰春殿か。魔界にふさわしきその魂お迎えつかま。魔界にふさわしきその魂お迎えつかまつった。陰春、あの宝蔵陰春か。槍を極めるのと引き換えに自ら命を捨てました。大納言様の盾となるのはいずれも世に名だたる大剣士たち。たとえことが露見したとて動じることはございませぬ。万に一つの時は大納言様御自ら魔界へ転生なされませ。わしが魔界へ転生、途方もないことを企みおる。
成し得るものざらにはありませぬ。現世に大いなるご不満を抱き絶大なるご気力をお持ちでなければ五難の時には私のこの体で転生なさいませ。申し上げます。十兵衛が柳生十兵衛を推薦いたしております。何？江戸のお城でお目通り賜ったことはござりまするが、大覚えにござりましょうよ。柳生田島の一子、十兵衛光義めにござりまする。存じておる。その柳生十兵衛が何しにここへ参った？ちと多分をはばかる下級の要件で。構わぬ。申せ。実は猿大半に魔界の者が取り付き、容易ならぬ陰謀を企てておると。誰がそのようなことを申しておる？木村何がしと申せばお分かりか。うぬが魔界の者を捕らえる役か。江戸を追われたこのスロー人が何故そのような大役を仰せつかりましょうや。してその魔物と我が紀州藩何の関わりがある？姉上！この紀州でただならぬ動きがあろうとも誤解入なされませぬよ。大納言様がつむじ風に巻き込まれぬよう老婆心から参上したのでございます。猿芝居はよしにいたせ。我ら互いに隠し立てせぬ方がよさそうじゃ。何事か？何やらお取り込み中のご様子。失礼つかまつる。何者？天草四郎時貞と申す。島原の怨霊が和歌山に出たか。何故紀州藩に取り付く？一騎勢の恨み話にか。恨み？地獄を見たことはあるか？
見せしめのための殺戮。見よ、徳川の鎖から逃れようとした者たちの末路。まさに地獄。人は人は飼い犬になるために生まれるのでは断じてない！どなく審判は下され、徳川の世は炎に焼け沈む、飼い犬の世は滅ぶ。再び乱世だ。死神か。田島殿に不滅の命を与える者、まだ生きろと申すか。悔いに満ちていらっしゃる。死ねばこの悔いが消える。日に消える露ほどの悔いならば今宵推参いたしませぬ。田島殿、最後に懇親剣を振るわれたのはいつのことでございましたか。武芸者としての誇りを捨て、幕府の役人として生きる間、これぞと思う者に出会うたことは。武蔵には会うことはかなわなんだ。今一人武蔵殿亡き今、田島殿のお相手となる者が天下に今一人おりまする。名は申すまでもありますまい。命をくれるというとの、心のままに生きることを許すか。それこそが我らも望みとするところ。誰のためならず己のために生きることこそ人の道。お主が神であろうが蛇であろうが構わぬ。力を。完璧なる命をお約束いたす。その日、江戸より頼信のもとに届いたのは将軍家光危篤の知らせであった。世継ぎ家綱はこの時元服間もない6歳。家光に万が一のことがあれば世の混乱は必至であった。家光殿の命運尽きるはいつか。10日余りでございましょうか。
大坂の陣、覚えておいででしょうや。頼信が陣に加わるより早く豊臣の城は落ちました。この頼信、戦は見ましたが、いまだ触れてもおりません。江戸へ立ちまする。侍1300人、人足まで頭数に入れれば3000を越しましょうな。あれだけの兵を率いて何がご病気お見舞いじゃ。この分では江戸表まで7日、いや8日か。早速魔物退治にかかるとしよう。名を聞くだに懐かしい。生前は掛け違うて一度も勝負できなかった。それゆえなおのこと遂げられなんだ思いが詰まる。道は修羅道、殺生は避けて通れる。魔界の物目がわしだけではない、そこの娘もだ。舌を噛み切ったのを転生させた。いつ目覚めて十兵衛の寝首かき切るかと待っておったが、恨み悔いさっきすら感じ、何を望んでこの世に転生した。見よ、このわしはもはや何者にも縛られ、まこと霧が晴れたようじゃ。命のありかよう見える。わしは一騎打ちを望む。
望むところ。お前の命の重さか。この生のすべて槍に注ぎ込んでまいった。槍を打ち折られた時、宝蔵院に一瞬も死ぬ。魔界へ来い十兵衛、悪い心地はせんぞ。旬の今和の言葉どう響く。武芸者としての魂隠し寄せるものではあるまい。その力我らのために注いではくれぬか。報酬は不滅の命。もらったところで面倒だ。何を守る、徳川か紀州か。誰の側にもつかぬ。だから魔界の者残らず斬る。引かぬか。引かぬ。この世に転生した者は二人だけではない。柳生の者もいる。やがてその目で見ることになろうぞ。お前が死ぬ時必ずや迎えに行こう。一種の戯言を真に受けてどうする。下を
噛み切ったのは本当です。目が覚めたら傷は跡形もなかった。おかしいではありませんか。先生を撃とうとしたことはあるか。魔界主に加勢しようとしたことはあるか。断じてありません。断じて。どこも変わらん。お披露はお披露だ。お願いがございます。もし私がまた右衛門や陰衆のような心持ちになったなら、その場で切り捨ててくださいませ。なったらな。未だ十兵衛一人を持て余しておるか。四郎め、仰々しいことを並べ立てておいてまるで役に立ちません。いつまでも憲法遊びに付き合っておるわけにはよかぬ。世にあふれる浪人の数50万、その連中も今や我が奇襲倒幕の機を伺い続々と江戸に集まっております。手はず通りか。我らの力なくとも天下が落ちてくるものとお考えか。お前たちは見物でもしておれ。このまま将軍逝去の混乱に乗ずれば江戸を火の海にするくらい造作もないよ。大納言様御自ら家光様のお命絶っていただきとうございました。何を申すか。何故に殿は。ご承知いただけぬなら結構。我ら何も望みますまい。なんと愚かで浅ましい。もはや天下を取ったとでも言わんばかり。名君と歌われてもたわいないものよ。いともたやすく欲に溺れる。徳川同士が殺し合うことこそ乱世の幕を開ける儀式。他に誰が家光。頼信だけが徳川ではない。主様ご一行、この先駿府で足止めとのことです。足止め？ご公儀が動き出したのではありませんか。伊豆、無能の指図は受けぬ。恐れながら、
神君家康公がお定め遊ばされた武家諸法度、何人たりとも背くこと相なりません。公儀の許しなくば一歩たりとも欲しいままにはなりません。将軍家の一大事、この頼信、何をおいても江戸へ向かわねばならぬ。いかにいず、その方が老中としても異議は唱えられまい。ご法度はご法度でございます。わしは引かぬ。ここ数日大納言様の女を語り、浪人どもを集めたる不届き者が多数現れました。まともに取り上げるようもない乱心者に相違ござりませぬゆえ、大納言様も何とぞお見逃しのほど。その者たちをいかがなされた。橋から捕らえ成敗いたしました。かような世情ゆえ、あくまでご出府となれば、ご身分を隠しての出立を切にお勧め申し上げます。ご行列はここ駿府にお留めくだされ、兵刀槍鉄砲の類すべて駿府にてお預かりいたします。江戸までの道中、この伊豆がしかとお守りいたします。ご名君の誉れ高き大納言様のこと、無論ご承知くださいましょうな。
州浪人宮本武蔵。下がれ。剣を交わすわずかのうちに一生を生きてこそ真の武芸者。この武蔵、この手に剣のある限り、魂は不滅。武蔵殿。来い、十名。参る。
先生。姉上、姉上はただただ先生に会いたいばかりに。言うな。江戸へ行く。先生、どうしても会わねばならん者がおる。お前たちの命しかと預かった。城はどこだ。これへ呼べ。わしに力を与えよ。我らの手を借りずとも十分なお力をお持ちのはずでございましょう。抜け抜けと申すな。公儀に立ちはだかられ恐れをなしたと聞こえては天下の笑い者。これ以上の恥はあるか。なればここでお命を絶ちなされ。これまで我らお前のためにやってきたと思うか。すべては我らのためぞ。自ら術をかけたか。この身にはもはや死人が宿っておる。お前も死ね。家光も死ね。徳川の血を受けた者ども、骨肉相反で死に絶えるがいい。乗れ。家光の首は取る。祭りにあげ、この世を滅ぼす。東照神君家康。
家光殿を討つおつもりか。父なればこの天がその手で葬り去ろうとするはずはない。強いほども惜しくない。滅の命と引き換えにこの世を追った。滅の命ならばこの頼宣も無用。行くぞ江戸へ。
天草四郎時貞、ここに参上つかまつった。待っておったぞ、ジュリー。よくぞここまで来た。それでこそ、我がせがれ。やはり親父殿であった。武藤、心置きなく立ち会ってみたかった。貫くいと思ったことはあったが、今はただ愛おしい。親父殿の望み、すなわちこの十兵衛の望み、神であろうが邪であろうが、今この時を与えたもうた者に礼を言う。父に打たれるの思うと思え。うわぁ！うぅ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 ！
敵は誰と思う？誰であろうが斬る。再びこうしてお爺様にお目にかかろうとは。ここは現世か、それともあの世か。およいが天を分け目。徳川の世のすべてを云々の地で断つ。最後の息、私が聞き届けよう。
光あるところ闇あり。それこそ世のまこと。Ha ha ha.